スパイスラジオ聞いてくれよ。スパイスラジオってこっちですか。ソロテインが足りねえんだな。スパイスラジオ見たいですよ。爆発的にプロテインを飲もう。すいません、刺激はどこですか。 FM のスタジオでお送りいたします。恋したいですね。今年最後らしいよ、マジックラブ。聞いた？恋のパンパパ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 したいですよ。生活に刺激を。ヒーローズワークアウトはどこですか。爆発的にチャソンです。すぐカレーにするよ。カレーはカレーよ。マンゴラスイもありますよ。はい、皆さんこんにちは。スパイスレディオ始まりましたよ。本日も DJ フラッシュとユッキーです。はい。何声なんですか。いや、久しぶりなんでちょっと気合い入れようかなと。いやいやいや、9月15日水曜日ですね、3時から始まりました、はい、スパイスレディオ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、まあ、沖縄はいい天気だね、一応ね。そうなんだ。んだんあのめちゃ暑っていう日はだんだんなくなってきて、はい、まあちょっとずつ夜も涼しくなってきているんじゃないかなと思っておりますけどね、はい、皆さん。そうです、9月15日も9月も半ばですよ。盛り返し地点になっておりますけど、何の日か。今日はひじきの日ですね。あ、さすが。俺食い子の日とかなんか意味わからんこと。すぐ語呂合わせしたから。いちごの日ですからね。まあ元敬老の日ですよね。うん、あ、そうなんだ。変わった。第3月曜なんで。今年はなんか20日ぐらいかな、確か敬老の日、そんな感じだったよね。2002年に変わってるみたいですね、うんうん。はいはいはい、じゃあ今日もやっていきましょう。スパイスレディオでは、ただいま生ツイキャス配信中でございますので、ぜひ、YouTube じゃなくて、なんだツイキャス。ツイキャス。FM 那覇の方から飛んできていただけると、はい、ぜひ僕らと絡んでいっていきたいと思っておりますので、うんうんうん、はい、カンパチさんも来てません。こんにちは、ワンワン、ホットワンワン。あー、チココインゴアヤさんですね、これは。はい。やりましたね。ドックですね。はいはいはい、やってます。スパイスレディオ YouTube の方もやってる、過去放送やっておりますので、はい、ぜひまあ、BGM 代わりに聞きたい方などいましたら、うん、YouTube でもスパイスレディオ検索してみてください。はい、よろしくお願いします。まあ、今日なんか久々、まあ、先週、まあ、ちょっとまあお休みさせていただいたからな。過去、そうですね、なんだ、いつもは、なんか、再放送みたいなやつを、ねはい、流してもらっておりますけど、お、田中さんも来ましたね、ジェットさんか。おひさ、前も言ったけど、FM 那覇で CM してる、築地男前寿司の CM の人、聞くたびにユッキーさんに声が似てるなと思っちゃいます。ああ、兄弟じゃないですよね。兄弟バレました。いや、僕じゃないです。いや、はい、そうなんだね。なんか、聞いてみよう。 CM の人なんだ。しかもどんな声なんだ、このもうユッキーの声。こんな声です。こんなきしゃい声あります。あんまないよな。なかなかないですけどね。そうそうそう。はい、皆さん最近はどんな感じでお過ごしてますかね。あ、まあ、もう沖縄もね、緊急事態宣言がまた、はいはい、伸びちゃったのでね、まあ、僕ら DJ フラッシュユッキーは国際通りにありますですね、一銀通りのスポットライトというお店ですね。まあ、イタリアンみたいな、はいはいはい、みたいなとか言っちゃってますけど、イタリアンですかですね。ね、まあ、イタリアン以外にもありますよね。そう、コーヒーもあるしね。まあ、欧風ですよね。欧風ですね。アヒージョもあるしね。そう、いろいろあります。ケーキもね、はい、自家製で手作り。はい、今日もね、ランチをやっておりまして、今はね、12時から8時までのね、時短営業みたいな形でやっておりまして、うん、まあ、水曜日はね、このスパイスレディオがありますんで、まあ、ランチ終わらせて、なしで来たぞっていう感じなんですけど、今日も結構パタパタしてましたね。はい、してましたね。お、TTT。こんにちは、TTT さん。昼は暑い。昼はね、めっちゃ暑いよね。昼は暑い。なんか一瞬涼しかったですけどね、夜とか。うん、確かに確かに。最近暑いですね。沖縄もね、そろそろ、今が何ね、沖縄にとっては秋とかか、違うか、全然。一応、沖縄気温的には30超えてるけどね。はい、世間一般的には世間的にはもう9月はもうそろそろ衣替えぐらいですかね。そうだよな、また、うん、寒いんでね、で体調管理も気をつけてやっていってください。はい、はい、今日はね、今日は何を話そうかね。今日は皆さんな、何を話したいですか。今日は何を話しましょうかね。このゆるい感じでね、僕らやらせていただいております。沖縄さ、沖縄、まあ、そうだな、秋だからなんか食欲の秋とかについて話していくか。食欲、最近はスポットライトもデリバリーとか、はい、テイクアウトとかも結構ね、お客さん増えてきてましてね、結構入ってくるよね最近ね。ウーバーイーツだったり、なんか沖縄先 DD フードとかが多いですね。なんかいろいろ入ってきてるのかな、うん。じゃあそういうデリバリーとか、まあ、この最近美味しいもの食べたよとかいう人があったら教えてくださいということで、じゃあ今日は何、デリバリーとか
美味しいご飯、食欲の秋ということでやっていきたいなと思っておりますので、1時間じゃお付き合いください、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、スパイスレディオ始まってますよ。本日も DJ フラッシュとユキル、はい、はい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 、ということでね、今日はね、まあ、9月も半ばということで、食欲の秋的な、はい、なんかあなた美味しいもの食べましたみたいなね、はい、最近はまあデリバリーとか、まあ、テイクアウトとかも、うん、まあ、ここ近年というか1年ちょいぐらいはね、はい、そういう需要も高まってきているので、はいはい、結構美味しいなんか専門店とかも結構増えてきているのかな、ね、なんか要はなんていうのかな、もともとデリバリーとかのイメージってなんかちょっと冷凍物とかさ、はい、なんかちょっとなんかあんま、デリバリーって基本美味しくないですよね、うん、伸びてるぬるいとかもイメージがあったけど、結構ここ最近そういう需要も増えてきて、専門店とかも増えて、うん、僕も結構最近、デリバリーとかするようになって、結構なクーポンとか今あ、まあ、初回注文とかかなになったのか、はいはい、とかのクーポン使ったりし、なんか今ねラーメンとかもデリバリーできるの、うん、まあ、なんか昔はあの、ね、チャリンコのあれとか、はい、あれ食べたことないけどさ、この、はいはいはい、あれじゃなくてなんかちゃんとしたラーメン屋さんのラーメン、ちゃんとセパレートになってるんですよね、あのセパレートって、分かれてるってことかな、そうそうそう、あそう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 とかで結構な、結構本当に美味しかった、だから容器自体も進歩してってるってことですね、あ確かに確かに、簡単なだけじゃないっていうか、保温性も多分高まっていったりするんかな、うん、最近そういうので美味しいご飯を、ちょこちょこ食べて、まあ、僕らの、ね、お店もね、デリバリーとかテイクアウトやってるんですけど、テイクアウト、まあ、デリバリーの方が結構最近増えてきて、まあ、そのお客さんリピート2回目3回目のお客さんとかも、うん、ちょいちょいいらっしゃいますね、やっぱり、うんうん、あるからな、まあ、楽しいよね、今なんかいろんなお店があるから楽しいかもしれない、うん、見るのが、そうそうそう、まあ、普通に結局マックデリバリーお前デリバリーでもマックすんの、しますよだからそこはなんかさ専門店ハンバーガーとかじゃないの、うん、失敗したくない、いやまあ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 、まあ、専門店のハンバーガーだと多分1個1300円とかなるですよね、ごつくなっちゃうね、そうっすよね、デリバリーのマックもでも高いは、30円プラス、あそんなもんなんだ、プラス配送料300円、ああなるほどね、ね、まあちょっと数を買えばそんなに差額的にはいいか、多分そうですね、だからハンバーガー4つ頼んでも120円しか買わないわけですからいやこれ、ね、4人で食べるのこのハンバーガーを4つで、いや1人暮らしなんですけどねセットも頼む、セットは頼まないですけどポテト頼むんですよ、おなるほどね、はい、お家にコーラ置いて、
おうちにもう麦茶でちゃんとご飯ちゃんとご飯はいはお、はい、結構来てますね。ツイキャスの方もう間髪は日の出日の入り早くなったな。あそうですね、最近ちょっと寒くではないか、このね、はい、秋に近づいてきてるという感じですね。長谷川さんも来てます。スパイシーなレビューが始まるよ。あざす間髪さん、米回すよ、なんや米回す、おいしいですよ、ぬち回す米回すね、はい、はい、長谷川さんついでにスパイシーな北海道物産展がデパートリューボーでやっているよ。いやこれね、あいいの、お行きたい。いやこれね、久々に僕はわじってますよ。なんでよなんでよ、ちょっと話すこの話、はい、ちょっといいですか。いいよ物申して物申させて、あの、うん、昔もちろんコロナ前ですよね、うんうんうん、物産展とか行ったじゃないですか。行ってた行ってた、楽しかったですよね。いろんなところが出展して、こないだ北海道物産展行ったんですよ。はいはい、今やってるやつのことなのか。いやじゃないです、じゃないんだ、その、ま、一個前かな。うーん、しかもいつもの会場じゃなくてなんか、うんうん、屋上の一個下ぐらいでやってたんですけど、はい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 、はい、あの何も置いてなくてなんか今変な名前になってなかったよ。もう怒りのあまり、何も怒りのあまりですな、な北海道物産展だからなんか海鮮とかそんな系、トウモロコシが主にありました。おお、でトウモロコシ別に安くないんですよ。あちゃんと値段取ってんで、うん、冷凍もののなんかジンギスカンとかしかなくて、ーブースもなんかちょろっとしかなくて、はいはいはい、これは なんでなんこの、まあ、ちょっとコロナですね。コロナのせいで出店しづらい状況だったとかか、やばかった時だったからなのかな、うん、まあいいんですよ、うんうん、しょうがないじゃないですか。ウキウキで行ったん一応はめっちゃもうエレベーターでエスカレーターめちゃくちゃ乗ってエスカレーターめちゃくめっちゃ乗りました、ね、めちゃくちゃ乗るって行って、うん、じゃええんすけど、じゃあそんな大々的に言わないでよと大々的にちょっとまあなんかやっとるよねよくね、はい、CM とかでもね。でもこれ多分みんな思ってたはずなんで、うん、ああそうなんだね。じゃあ今回は気合い入ってるかもしれないですね長谷川さん行ったのかな、もしかして行きましたかね、あの行った方がいたらちょっと教えてください、どんな感じだったか。でそう1月とかじゃないですね、6月ぐらいだったかな。なるほどね、結構前だね、まあ、彼女がいたんでね、はいはい、ジェットさん、おいしいもの、はいはい来てますね、はいはい、プラスさんとユッキーさんのお店のピザ本当に、あピザじゃなくてピッツァでやらせていただいてますそうそうそう、本当は美味しそう、写真を見ているだけで唾液が出てくる。ありがとうございます。もうじゅわじゅわですよ、出させていただいてますよ、はい、TTT さんマックブルーハワイおすすめおすすめ、何これブルーハワイって。TT さんのおすすがブルーハワイってことですよね、うん、あの何なんかジュースがあって、しかもちゃんと2色に分かれてるような、うんうん、なんだフローズンなんですかね、マックシェイクみたいなみたいなのがあるんですけど、まあ、俺はマックでジュース買わないんです甘いじゃないですか絶対、僕甘いの無理なんで、はい、なるほどね、はい、カンパスさんチキンにマヨネージマヨネーヨネマースつけてか、ごめんごめん、ヨネマースつけて一晩オーブンで焼いたらうまかったぞ。おでもこういう、ま、シンプルうまいね、多分シンプル塩チキンっていうんですか、うんうん、なんか塩パンとかいっぱいあるじゃないですか。ああいいね、シンプル塩うまいっすよ、塩いいね。最近あの僕らあれなんですよ、あのお店で塩を大量に購入して、まあ、塩を大量にっていうかあれですよ、1種類を多めにじゃなくて種類を10種類ぐらい買ってきて、ね、塩のね舐め比べというか、あの味見、舐め比べってやめてください舐め比べていいじゃんしゃぶり比べみたいな感じになっちゃった。あれでもいけんすね、あれね、でもね本当にピンキリ、塩ってこんな値段の差あるんだって俺は最近知ったんだけど、うん、普通のヨネマースとかさ100円とかやん、はいはい、あの1キロ、はいはいはい、でもなんか最近のやつ高いのは本当1キロで1000円だったりとか、10倍とか、まあ、10何倍とかするやつとかがあって、はいはい、まあ俺そんな俺も塩詳しくないけど、このなんかなんでこの値段の差はなんやん、なんやろみたいなこれもうなんか噛んでますね、ほら困惑でイントネーションがそうそうそう、で買ってみて、まあ、食べてみたけどね、あのね、まあうまいのは伝わるんよ、まあでもね5種類ぐらいを置いてね食べていくとね、もう3番目と5番目は分からん、いやし4番目1個目もしおから言ったんですけど、あ、はいはい、あ確かになみたいな、ほのかにちょっと細かい風味があったりとか、はいはいはい、ちょっと塩もしっとりしてるし、そうね、あなるほどね天ぷらかとかって思ってて2個目いくじゃないですかもう味分からん口の中塩、もう塩です、口の中そうそうそう、水飲んでも効きやせんのあれ1日1回だよなとか、時間30分ぐらい置きながらとかじゃないと、あとは料理につけ、料理とセットでなんかやらっていかんかも、ね、確かに
とか、まあ、そんな面白いことを最近やってましたけど、はい、まあ、長谷川さんか、さっきのか、あれは前北海道のやつはひどかったよって来てます。1月6日のことか、のことか6月ぐらいだったんですね、半年とか前とかね、うん、ユッキーさん、怒り爆発でイントネーション来る、そうそうそう、ね、俺らいつもそんな感じです、はい、ヒマラヤの岩塩とか、あ、岩塩は岩塩で、そう、パキスタン産のを使ってますね今そう、うちはあのピンク岩塩か、はい、とかを使ったりしてて、あとはなんか何ね、なん、まあ、一応粗塩と、まあ、海水 地域が違うやつだよね結構ね、とあと日本産だけど、はい、瀬戸内海のお塩と か、 なんか岡山の塩とか結構いろいろあったんですけど、もう忘れた、はい、まあその塩にしていく過程が違ったり、ああ、そうそうそう、なんかこの塩のね、はい、機械とかね、まあ、あと焼き塩にして、天日干しとか、酸化させてとか、どうのこうのとかね、俺らにはまだ早かったみたいです、はい、あ、Z さん、北海道物産展をやっていて、ロイズのチョコレートポテト、ね、チップスがないとイラッとする、ロイズっていうチョコレートポテトチップス、ああ、なんかチョコレートのポテトチップス、はいはい、これ北海道産なんだ、有名ですよね、ロイズ、石垣島にもあるですよね、あ、そうなんだ、北海道のいいな、お、生きて、あ、生きて、北海道、あれ生きて、まあ、行くかもしれないですよ、今月ね、まあ、ちょっとお仕事での、あの兼ね合いでもしかしたら行くんで、あの、行ったら美味しいもん食いたいけど、北海道とか行ったことないからさ、もう、味が分かんないんだよ、みんな言うじゃん、なんか北海道のさ、本場は違うでとか、なんかこの海鮮とかは違うで、なんか安いとか言うし、俺らが食ってるなんかウニ、イクラなんて、うんこやで、うんこやかも、で、やでみたいな感じとかなるけど、言う人もいるし、なんか、うん、あっちはもう素材が美味しいから、味が大味すぎて美味しくないっていう人もいるんですよね。なんじゃそりゃ、それはもう、なんか鍋とかも、はい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 、なんかちゃんと出汁を取ってどうこうっていうよりかは、もう、もう素材ね。とか出汁出るやろみたいな、ペペってやるから、なんか逆にあっさりとか、なんかそんな感じとかっていう人もいますよ、ね、北海道の回転寿司はやばい、まあ、やばそう、回転寿司のレベル違いそうやな、あれなんかネタめっちゃでかいなとかよく見ますよね、そうだねそうだね、はい、もうなんかイクラがめちゃなんか粒がボリューミーみたいな感じとか、プチプチ感がすごいんだろうな、しかもあれですよね、フラッシュさんは結構北海道系好きですよね、好き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 、ウニイクラ本当に魚も大好き、親父が、まあ、あのマグロ船に乗っとったからさ、マグロ漁船の築地に下ろすマグロを取りに行ってた人だったから、うん、結構まあそういうのには好きな方かな、小さい時から海鮮を食べてきたんで、うん、でも本場に行ったことないから、はいはい、ぜひなんか美味しいものがあれば教えてください、まあ、沖縄料理は最近食べてないな、逆に沖縄料理ね、うちのスポットライトになってからあんま食べてない、あ、まあでもそう、弁当屋さんとかのゴーヤチャンプル弁当とか食べたりするけど、うん、最近食べた、なんか、沖縄そば、あ、まあ、沖縄そばはね定期的に僕は好きな、はい、最近なんだっけ、テリキナ製麺所さんとなお笑いそばさんっていうところがコラボして、はい、テル生そばみたいなのを押し入れさせてもらったんですけど、めっちゃうまかったな、あれ、なんかツルツルシコシコみたいな、何にでもいけそうでしたね、冷麺に、冷麺、そうそうそう、で冷やしのざるそばみたいな感じでもいいし、パスタ、パスタでもいいし、フィットチーネみたいだったですよね、うんうんうん、普通の喉越しがめっちゃ良くて、ツルツルというテル生麺みたいな、うん、美味しかったですね、今後も食べていきたいと思いました、ありがとうございますただの沖縄そば情報です、はいはい、お、はい、来てますね、乾杯さん、ヨネマース、通販で時間に買ってるから16キロまとめて買う、やば、送料の方が高いこれさ、ヨネマースとかもさ、そんな高くないんじゃない、高いヨネマース、あ、だから安いから送料の方が高くつくんじゃないですか、あ、通販で買ってるからか、なるほどか、そっかそっか、送料まあ高いよね、でも16キロもそんな業者じゃないですか、だからさ、俺はなんかパスタ、俺らもパスタよく毎回塩入れちゃうんで、その量は結構使うんですけども、そんな一緒ぐらい使ってない、もしかして長谷川さん、野菜も漏れなくうまいし、うん、あ、牛乳ね、乳製品、あ、そしてラム、あ、ラム、ラム、そう、ラムね、ジンギスカン食いたいですね、いいですね、ジンギスカン、こうラムってまた種類があるんだよ、ラムと、ラム肉っていうのは生後1年未満みたいな感じなんですけど、ああ、確かに子羊です、ね、それ以上がマトンとかそんな感じ、はい、なんかまあラムはラムにも種類がいろいろありそうですけど、なんかこの美味しいジンギスカン屋さんとか多分絶対あるような、なんか有名なところありますよね、し、なんか、うんうん、
地元 のねお友達がいるじゃないですか。ああ北海道の聞けばいいですね。そうだね、確かに確かに、うん、北海道行ったことありますかね皆さん、まあ、沖縄の人は県外に出るっていうあんまないじゃん、あの学生時代ぐらいに行かない限りさ、はい、社会人になって行くってあんまないと思うんだよな。時間があれば余市行きたい。余市、あ余市、あウイスキーの、はいはいはい、行きたいね。まあどうせ閉まって見学できないんでしょうけど、コロナだから。はい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 。北海道って何、札幌函館とかは言う、でも場所は違うんか。結構遠いというか、ね、一番有名なのは札幌か。札幌が都市っていうかせいであれですかね。はいはいはい、なるほどね。寒いんだろうな。寒いっしょ。もう内地は寒いか絶対、普通に考えて今ちょっと肌寒いぐらいじゃないですか。まあ半袖半ズボンはいないか、うん、いやクーラーつけとる、まだイエスか、うん、ガン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 ね、うちもガンガンつけとるわ。扇風機も回してますよ。ビール工場、あこれビール工場、札幌、ね、札幌ビールか。そっかそっか、僕らもやっぱ飲食なんでね、その飲食にた、はいはいはい、まつわるなんか巡りしたいな一応。どっちかっていうと素材の発掘か、なんか本当にあの、はい、なんだ漁港とかも行きたいね。行きたいですね。市場とかさ、遠そう札幌から確かに札幌は札幌であるか一応、はい、あるんだろうけど、いや札幌はないですよ。ないか、中心なんで。そっかそっかそっか、はい、お、まあ沖縄の那覇みたいな感じか。那覇市海に面してないじゃないですか。あそっかそっかそっか、ビール工場いいな、あっちで。まあ沖縄で飲むオリオンビールみたいな感じか、札幌で飲む札幌ビールはやっぱ違う。俺なんかもう馴染みすぎて、はい、オリオンビールがまあ美味しいけどねって思ってるけど、うん、まあそっかそっか、現地でやっぱね味わうのがいいか。まあ、あと僕北見とか寿都とかっていう田舎にも行ってみたいんですよね。あのあれはね、あの北の国からどこ、えポップ屋じゃなくて北の国からはどこだっけ。どこっすかね、あれでもめっちゃ田舎じゃないですか富良野だ、富良野だよね確か。そうなんすよ。そっかそっか、そうそう。カンパさん、北海道行きたくて見に行ったことがある。どういうこと。青森県タッピン岬まで、もう渡れば北海道なのにウケるね、いいな。でも行けるんで、 見に行けんのそれで。そして 見えるの、見えるんかい、それは。見えあの島みたいな感じに見えるんかい。はい、はい、そうか。函館、小樽か、室蘭。あ室蘭ってあれじゃん、うちの仲いい子のところでね。あ富良野ね、やっぱね室蘭。あカンパチさん、見えた、見えるんだ。沖縄のあれか、北部から見る伊江島みたいな感覚かい。なんすかね分からんけど。タッピ岬って、でも何タッピ岬ってあこの青森県、はい、えカンパチさんはどこだっけ、どこの方だっけ、青森にいる方あれじゃないですか、新潟とかだっけ、会津とか。へえー、そうなんだね、青森もな、青森はリンゴとかだよね。ああそうですね、青森リンゴ。なんかそうだね、まあ、今このこういうご時世だから、あんままあいろんなところで行きづらいんだろうけど、やっぱなんかいろんな現地で食べるっていいんだろうね、やっぱな。しあしなんか、うんうん、この体験系とか閉まってそうじゃないですか、札幌ビューとか。あー、はいはいはい、オリオンとかもなんか予約しないと入れないかと。へえー、あじゃあ予約、前日までの予約とか。あじゃあそういうのも見てみてみたいね。なんかちゃんと、ね、調べていかんと損しそうですよね。うん、そっかそっかそっか、いいね。まあ、今年はちょっとほっ、うん、まあ、いろんな、地域の、あと ね、あれ、あれやりたいんだよね俺、あのなんだっけ、ふるさと納税みたいなやつ、わかる、はあ、ふるさと納税って、人あの多分ユッキーもできるんだけど、この、はい、なんだっけの、もう税金払うやん普通の、それの、まあ、そのちょっとの部分を地方に納税する代わりに返礼品がもらえるみたいな。だから普通1万円のやつとかのが税金でいくけど、自分のところにも1万円のあれが来るから、うん、めっちゃただ単純に買い物して税金払ってるみたいな、はい、でしかもそれ2000円、手出しが2000円ぐらい一律かかるから、はい、だからいいんじゃない。なんかやった人、やったことある人いるから、俺もなんかよく説明ができないから、今度そういうのでフルーツ買ったりお肉とか米買ったりしようかなと思って、うんうん、だってその地方の美味しいもの。あれなんですか、住民税をってことですか。そうそう、そんだけ、それの、ね、人によって多分、金額が違うんだけど、それの分どうせだったらやった方がいいよねっていうので、そう、うんうん、今度調べてやろうかなと思ってます。はい、はい、来てますね。北海道ツアー、あツアーで雪まつり行ったけど、寒くて寒くて鼻水止まらなかった思い出が一番強く思い出残ってる。いや俺もね多分出るんかね。雪まつりでしょ、雪まつりって2月くらいだっけ、確か。絶対寒いですよね俺ら。そんなんじゃないですか。どんな感覚なんだろうね。もうすごいですよ、まあ、北海道も知らんすけど。痛いとか言う人いない。そこまでなんですか北海道。なんか俺らは多分痛いと思う。
キンキンでしょ、だって肌が突っ張ったりもしますし、ね、とか鼻毛が凍るとか言うやん、なんか知らんけど、そこまでじゃないんじゃないですか、北海道は。いや、ね、聞いたことない、なんかそういうの。ロシアとかじゃないの。分かんないけど、まつ毛が凍る。あ、もうないそんなんない。いや、沖縄から行くからさ、沖縄の人が行ったらさ、気温差でさ、死んじゃいそうじゃん。になっちゃう。そうそうそう。あ、9時には店閉まる、北海道。あ、そうなんだよ。北海道も今緊急事態になったんだったかな、確か。うん、そうですよ、そっか、まあいいですね。なんかそっかね、今年は全然どこも行けてないもんね、あんまり、うん、そうだね。な、沖縄の美味しいものを食べようとか、最近なんかラフテーとかをね、なんだっけ、あれしたんだよ、クラウドファンディングというので、はあ、返礼品でラフテーをくらい、あの四つ竹さんがやってて、のクラファンやってた、そうそうそう、やってて、それで買って食べたけど、めっちゃうまかったね。あ、最近クラファンもなんか流行ってるというか、まあ、普通スタンダードになってきてんのかね、結構じゃないですかね。うん、でも1回もやったか。最近最近このお店、 お友達がお店オープンして、まあ、この8時までだったか、普通にご飯食べに行ったんだけど、今ユッケと行って、はい、名古屋コーチンとか初めて食べたけど、美味しかったな。美味しかったですね。あれ、何系なあっち、どっち、名古屋コ、あ、愛知か。はい、名古屋。うん、名古屋、なんかね、地鶏系、まあ、お刺身も結構意外に、なんか沖縄にしては美味しかったな、沖縄にしてはっていうか、まあ、刺身は美味しかったっすね。そうそう、まあ、最近有名な折田さんから仕入れてるみたいな話をしてたんですけど、ね、し、なんかちゃんと、うん、なんかマグロ、サーモン、イカ、タコとかじゃないんですよそう、なんかね、俺やっぱあるんよ、なんかサーモンじゃないよねっていう、なんかそう、あってもいいけ ど、なんかちょっと仕事してるようなお刺身も好きだし、はいはいはい、白身とか、はいはいはい、飲食店でしか食べれないような、はいはいはい、確かにスーパーに売ってるのは家で食うわっていう感覚あるけど、そうそう、タコもなちゃんとしてたね、はい、し、何、ヒラメもあったし、うん、確かに確かに、ブリも結構脂のっとったね、美味しかったですね。そうそう、お店の名前なんだっけ、富の屋っていうお店なんで、はい、皆さんよかったらちょっと調べてみてください。場所で言ったら余儀になるんですか。ヨギの方だね、多分。ヨギのね、そう、折田鮮魚店のすぐ近くですので、富の屋さん、はいはい、昨日ぐらいから多分、まあ、オープンさせたんじゃないか、まあ、一応時短だとは思うんですけども、はい、美味しいご飯を食べたい方、結構地域住宅街っちゃ住宅街か、うん、まあそうですね、生活で使う道路みたいな、あ、そうだね、通行通学路じゃないけどみたいな、なんかそうだよね、そういう通り沿いだから一応見えるよね、はい、ぜひぜひ行ってみてください。ヨギです、ヨギ、はい、長谷川さんぜひ検索してください。富の絵です、刺身食ってねって長谷川さん言ってるんでさあ、刺身いいっすよ、美味しい刺身なかなかないじゃんね、沖縄でなんか刺身に力い、まあ、あるいはするけどさ、はい、なんかまあ普通のところは普通の感じやね、あっし、ここメニュー普通の居酒屋じゃないですか。確かに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 、うん、なんかいいよね、結構こじんまりとしてて、これでいいっていうそう、カウンター8席と4名畳が3つぐらいか、でボトルのキープが出そうなお店ですね。そうそうそう、まあ、沖縄と青森とか焼酎とか、はい、日本酒とか、まあ、置いてる感じ、まあ、和食っていうか、まあ、そっち系だね、和物っていうか焼き物的なね。鳥で言ったら、うんうん、僕も最近美味しいとこ行きました、ね、どこどこどこ、市葉っていうところ、市葉、ああ、なんか聞いたことあるな、そこは高坂和鶏っていうのを使ってて、沖縄で扱ってる店舗は唯一、私なんかミシュランで星取ってる焼き鳥屋とかが使ってる鳥です、うん、あ、すごいね、だからそれが沖縄にあるの、はい、で内臓をだから熟成させても生で食えたりとか、そうなんだ、無菌鳥っていうらしいんですけど、あ、菌がいないってこと、はい、ここがなんかめちゃ高そうや、メニューないんですよ。あ、なんなん、どういう感じ、お任せ、お寿司屋さんみたいに、うん、大将が出てきて、はいはい、つまみとかも出てきて、はいはいはい、もういいですっていうまで出てくる感じなんですけど、おもうだから1羽丸ごと取ってさばいてるので、はい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 、なんかよくわからん部位とかあるんですよ、うん、なんだここはみたいな、だから初のつなぎだけとか、うん、血管の、あ、そんなところも出るの、心残りとかっていう、へえ、でも面白いね、ネーミングとか、なんか白肝っていうんですかね、うんうん、フォアグラみたいな白いレバー、はいはいはい、お刺身が出てきたりとか、へめちゃくちゃ美味しかったですね。なんか意味わからん部位とかもあって、那覇なんそれ、
はい、一葉一葉、はい、ふくらはぎとかなんか一に葉っぱの葉、はい、そうです。よかったら出てくるかね、調べたら出てくるですよ。で、なんか6月ぐらいオープンしたんですよ、ね、あ、最近なんだ。内地から来られて。ああ、まあでしょうね、そこまで行ける。店舗何店舗か売却して M&A かなんかで、うん、ペッペッペッ、もう沖縄でみたいな感じで来たらしく。いいねいいね、僕ら鳥大好きなんでね、はい、カンパイさん、お高いのって来てもらいますよ。実際どうですかね、ゆきさん。3人で行ってあ、言うんかお3人で行って、はいはいはい、ちょっとたしなむもんたしなむじゃないですか、はいはい、飲み物的なのを1人6杯ぐらいそんな飲むの、はい、飲んで3万高いね、4000とか5000、全部出してもらいました。はいすごいね、でも焼き鳥でそんな、いい値段取っとるわ。いや、でも実際だからその価値はあるんかいな。し、なんかもう経験っすね。ああ、なるほどね。高坂和鶏を食べれる、食べたことあるよ、はいはい、ぐらいの。有名なんだな、その、じゃあ、まあ、ミシュランの人が食べた。海外では有名らしい。で、あのフランスとかにもこう、すごい、ね、輸出してるらしくて。わざわざまたなぜ沖縄に来たんやろね。しゃー遊びできたんかね、フラッと来たんすかね奥さんで。いやいや、マジなんかどっか美味しい、まあ、あとは普通の焼き鳥屋さんも、まあね、まあ、僕らのホームグラウンドオイデアがありますから。あ、そうそう俺はそれで、うん、はいはい、最高ですから。一回じゃあ CM 行ってからまたみんなと連絡していきましょう。はい、皆さんこんにちは、はい、スパイスレディオ始まってますよ。本日も DJ フラッシュとゆきです。ということで、まあ、今日はね、食欲の秋会、沖縄秋というのか分からんけど、はいはい、9月的な話で、まあ、どんな美味しいご飯を皆さんは食べとるんやみたいな感じで、まあ、俺らは北海道行きたいなって話からね、はい、北海道の美味しいものをお話しておりましたけど、でさっきは、お友達のお店が、ヨギにオープンしまして、はい、富野屋さんっていう、和食まあ、居酒屋ですね。ですね、本当に居酒屋で居酒屋のね、うん、いい居酒屋みたいな感じですね。地元の居酒屋みたいな。そう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 、普段使いできるよね、あれ。なんかいい意味で、うん、なんだろう、周知とか行きたいね、はい、まあ、全く緊張もしない、うん、なんか初めて行っても、うい、手勝負ぐらいの、あ、そう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 、感じのね、美味しい、はい、まあ、この名古屋コーチンを使った、なんか
レバーとかもあったりとか、まあ、お刺身も結構まあちょっとこだわってたりとか。あれもキラーコンテンツなんですかね、なんか鉄串みたいな鉄串あったね、なんか一本串みたいな感じで、なんかね、バーベキューぐらいの、バーベキューやんねん、あれってバーベキュー用、バーベキュー用だよな、のあの、まあ、焼き鳥なんですけど、一本、はい、まあ、大体2本分ぐらい入っとる感じのイメージが、普通の焼き鳥屋さんで言ったら。そうですね、ぐらいかな、はい、焼き鳥とかも置いてあったりして、結構、まあ日本酒、焼酎、泡盛とか、まあ、そういうそっち系、はい、でも瓶ビールも結構種類っていうか、まあ、オリオン、アサヒ、キリンとかもあった、3種類あって、まあ、基本的なお酒が基本的に置いてある感じですよねだからそうそうそう、もうこれでいいみたいな、そう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 、まあそうね、石回ってこれでいいみたいな、黒霧、宝山、うん、そうねみたいな、そうそうそう、そう、それでいいですみたいな、そうそうみたいな感じのお店なんで、はい、もしね、地元の方とか気になる方、富野屋、はい、那覇市にあります、那覇市よぎ366-9にありますね、はいはい、お願いしますお願いします、まあ何のあれもないけど友達だからね、はい、ただそれだけ紹介をしようかなと思っただけでございます、皆さんよかったら、はい、まあ、今は時短で8時頃まで営業しているようなので、ご飯食べに行ってみてください、はい、まあ、いいね、秋といえばキノコですよね、でも、あー、いいね、キノコ、この年になってね、めちゃ好きになったわ、大好きです、あの女村のジャンボシイタケって知ってます？お、聞いたことしかないけど、めっちゃでかいっていう噂じゃない？めっちゃでかいですよ、どんぐらいでけん、ユッキーの顔に比べると、どう、俺の顔で例えると 0.2 うえっ、ね、普通のビール飲む紙コップとか、お祭りの、はいはい、はい、もうなんかむずいな、あれの飲み口ぐらいは、ああ、じゃあ結構普通に一番でかいので、何種類かあるんですけど、うん、まあ普通に手のひらで輪っかを作るぐらいのサイズ、はい、そう、女の子がでもいいね、それで肉厚で、もう美味しいんですよ、いいね、次なんかこの炉端焼きとかで椎茸とかで、あ、いいね、普通に椎茸としか書いてなくて、はいはいはい、それが出てきたら感動する。ああ、そうだね。うちはこれでやらせてもらってますけど。そうね、確かに。おいいじゃん。ユッキーさんの顔と比べる笑ってきてる。まあ一応ね、ユッキー企画ってのがありますよね。ユッキー椎茸みたいなの出したらいいんじゃない？ユッキー椎茸はなんか臭そうだからいいっす。いいね、でもキノコね。はい。確かに。焼き物いいね。そうですね、え、僕ポルチーニとか食べだしたのもここ、まあ、20歳超えてからとかじゃないですか、はいはい、まあ、乾燥のやつかこっちで言ったら、はい、あれも感動したし、確かにな、あんなキノコから香りと、ね、出汁というかが出るんかい、なんかこれパスタに入れたら勝ちじゃんみたいな、確かに確かに確かに、ポルチーニって昔あのよくやってたよね、あの世界まで行ってきゅうみたいな、あの宮川さんがさ、ポルチーニ祭りって言って、ポルチーニだけを、探すっていう、誰が一番大きいポルチーニだけを、見つけるか勝負する、なんかあれですか、収穫競争みたいな、そう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 、めっちゃ面白いのがあって、そうそうそういうのもありましたしね、もうちょっと成長してトリュフ食べて、そうなんですね、感動して、あ、トリュフ食べたん、まあ、なんか食べた、俺まだ食べてないんよな、あのオイルとかしかないですか、ね、そうそうそう、パウダー、そうそう、フォアグラがまだ初めてかな最近、あ、なんかトリュフうまいん、生だとちょっとシャキシャキ感ある、なんか変な感じ、皆さんどうですかね、トリュフを食べたぜっていう日が来るんかいな、俺は、でもなんか正直あのその時まだ23とかだったんで、緊張して、緊張してよく分からなかったです、連れてってもらったんですけど、はいはいはい、緊張して何って思って、黒トリュフと白トリュフとかあるよね、あります、なんか白の方が香りが強いんです、黒が動物的な、なんかもうなんかね、インスタグラムのね、なんかね、そういうフォローするやねんか、美味しい料理屋さんとか、ね、はい、ああいうので流れてくるのぐらいしか見たことないな、いいっすよね、だけどあれ感動するっすよね、やっぱあれ香りを楽しむ感じなんかいい、そうですね、香りを周りに移す感じじゃないですか、ね、キャビアも食べたことないな、俺キャビアないかもしれないです、キャビアどうですか皆さん、美味しいんですかね、まあなんか別に魚卵っすもんね、うん、だよなっていう、なんでなんか希少な感じなんかねって言ってもサメ1匹からめっちゃ取れますけどねって感じしますけどこれぐらい取れますからね、まあ、サメっていうイメージなんかね、まあ、チョウザメなんで、まあ、川に住んでるんですけどね、うん、とかなんかね、そういうちょっとね、あの、まあ、これは秋とは関係ないけど、あれか、
いいけど、なんかそういうのも食べていきたいなっていう、食欲の秋としてチャレンジしたいね、はい、今年はね、いろいろね。あと結構、うん、おじちゃんになってきたんかなって思うのは、はいはいはい、シンプル焼きたけのことか。あー、なるほどね。なんかシンプルな焼き野菜とかが好きになってきました。はいはいはい、確かに。アスパラとか、あと焼肉とか言ってもね、カルビしないね。確かに。し、鶏とか食べちゃうんですよ、あのせせりとかですけど。ああ、まあシンプルね。はい、確かに炭火だから、それはそれで。まあハツがあればハツも食べるじゃないですか。確かに確かに。お、ジェッツさん、トリュフ10年ぐらい前に食べたことあるけど、私は高級主教じゃないから、美味しいもまずいもよく分からない味だったわって来ておりますね。そうなんだね。どんな香りはな、俺トリュフオイルとか、はい、トリュフ塩とかしかまだそういうね、はいはい、ちょっとしたあのちょいブレみたいな感じでは食べ、はい、たしなんだことあるけど、うわ好きだったかな結構。香りうまっ、なんだこれみたいな。あれ美味しいっすよね。初めての体験、まあ、それですら初めての体験やけどね。てかあのトリュフオイルとか最近すごいっすよね。なんかどんな感じなんか。あれ十分美味しいっすもんね。確かに確かに。まあ何にでもかけってちょろってな、とかなんかソースにちょっと入れ混ぜたら風味出るし、そうそうそう、ふわーんって出るんですよ。いいな、トリュフオイルでも舐めようかな。いや舐めても全然味はそんな悪せんやろ。そうそうそう、だからちょっとね、最近だそれを教えてもらって、オムレツにかけたらええやんみたいな、トリュフを、はいはいはい、それで1000円取れるで、1000円取ればいいじゃんっつって。いいじゃんいいじゃんっつって。まあトリュフオイルだけでも全然美味しかったけどね。はい、し、うん、だからあれが生きったオムレツ3000円とか取るんですかね。あのトリュフびしゃがけにするじゃないですか。なんかこうスライスを、まあそうなんだ、目の前でとか。そう、まあでもそういうあれか、そういうあの体験ですよね、まあ、目の前で ね見せるし、写真撮ってキャッキャッって、いいでもらって、そう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 、まあでもそういうもんですよね、世の中って。確かにチャレンジ志向でいきたいですね俺らもね。はい、確かに。なんか作ってみたいのとかある、これ食べたら。でも大体なんか何が入ってるかとか想像したくなるよね。ああ、確かに確かに。これは 何が入っとるんやろみたいなとかあるかな結構。で僕あのウイスキーとかで結構何が入ってるかとか、どのタルかとかやるんですけど、外れた時ウケるっすよ。あ、違ったっつって。でいや全然ちゃいますよみたいな。いや思って、その後に僕ネットで見るんですよ、はいはいはい、合ってるかな。あ、なるほどね。その人のテイスティングノートがあるお酒だったら、はいはいはい、ないやつもいっぱいあるんですけどウイスキー。うーん、でなんか思ったのが3個ぐらいしか入ってなかったりとか。ああ、なるほどね。はあるっすよ、ね。そっかそっか。でもそういうのも楽しいね。でもはい、楽しいです楽しい。確かに確かにな。そっか。でも俺も最近何、あとあれ美味しかったです、干物なんですけど、うんうん、灰干しって知ってます？灰干し、灰に突っ込んで、なんかまぶして、灰に突っ込んで、あ、灰ってこのあれ炭みたいな、はいはいはい、はい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 、あ、なんかダジャレみたいになっちゃった。はいはいはい、いやいやいや気づいて。これ美味しかったですね、やっぱちょっと風味もあるし。え、灰何を干すんですか？魚、サンマとか。ああ、すごいね。それはなんか美味しかったですね。炭火っぽい雰囲気になるってことなんかい、し、なんかちょっと身質が柔らかくなるらしくて、干物なのに。なるほどね、はい、ただ結局炭で焼くから。また炭で焼くんだね。はい、あれなんですけど。あ、いいね。でもそういういいですね。何食べますかね、秋になったら食べたいもの。やっぱまあでもサンマは食べるな一応。うん、あの、まあ、スーパーに並び出したら。うまいっすよね。いいよね。あとうまいサンマ、でも沖縄であんま食ったことないな。世間もマサラ行きましょう。出してるんかね、そろそろ。なんかどうですかね、インスタでたまに上がってくるんですけど。ロバタマサラとかもいいね。ロバタマサラ行きたいです。ロバタ焼きいいっすよね。ロバタ焼き沖縄少ないよな、ほんとな。少ないですね。あれクーさんとかもロバタなんですか、あれ。クーさんってどこやね。クー。あ、クー。わかん、あ、一回行ったよね。カウンター座らないっすよね。ああ、はい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 。昔はこう、あれだったんですよね、あの、鮮魚店の系列か、うんうん。カワマンとかそんな感じなのか、わかんないけど、なんか。いいですね。やっぱもう大人になっていくとですね、お魚が食べたくなるんですよ。魚、野菜で。いいですね。あ、この間、お寿司屋さん行ったんですよ。おお、いいじゃん。焼きアス、極太焼きアスパラってとこ行って、うんうんうん、あ、行ってっていうか、食べたんですよ。注文したんですよ。はいはいはい。はいはいはい、あの、普通の冷凍食品ぐらいの、うんうん、ちょっと太い冷凍アスパラあるじゃないですか。ある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 。
あれで1本6分割のが出てきたんですよ。ああなるほど、ね、いくらだったと思います？え、何これはちゃんとしたところなの？いや、ゲゲゲの寿司ですよ。ゲゲゲのはいはい、わかんない。1貫1貫っていうか、この、まあ、1000円は1000円、500円とか。いや、まあ、680円なんですけど、はいはい、1本6分割の焼きアスパラですよ。ああ、アスパラのみ。はい、そうそうそう、はいはいはい。6分割ってもうこんなんじゃない？そうそう、高くないと思って。俺焼きアスパラ極太焼きアスパラっていうから3本ぐらいこの丸々1本のがこうペッペッって出てくるとか、1本でもちゃんと極太が出てくると思ってた、はいはいはい、全然と。そんなお店もあるんですよね。で、僕は秋の誘惑にやられたんですよ。なるほどね。まあ文字だけで踊らされるなっていうことで、はい、食べたと思って。うん、確かに焼き野菜いいねと思って。どんな調理法まで聞かんといかん。本当ですよ、あのくもじのお寿司屋さん。おっそ、なんか寿司もなんか姫寿司ぐらいの大きさ。あ、なんか言っとったところ。はい。あ、なるほどなるほど。まあ、あそこはあそこに求めたらあかんわ。いや、求めてないけど。いや、し、均一なんですよ、なんか。はいはい、はい。2貫で300円とか。そう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 、ね。ちゃんと値段取って、ちゃんと握ってよ、みたいな。なるほど。まあまあ、まあ、あれよ。寿司好きが行くとこではないわ、あれは。あ、まあ、し、あの、予約が空くまでの時間潰しに行ったんでね。うん、そうそう。まあ、別にどうでもよかったんですけど。そう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 。まあ、厳しいですよ。おいおいと思って。ゆきさんはね、厳しいんですよ、もう本当に最近は。美味しいものばっか食べとるからな。って言っても、居酒屋しか行ってないですけど。まあね、まあね。最近のなんか、行ったところも美味しかったな。なんか広島のに人がやってた。あ、あそこいいですよね。うんうん、うん。あっこは。あっちは普通にやってるのか、この8時ぐらいまで。はいはい、全然。し、まあそこはね、僕が、あの、あれです。エイリーっていうお店で働いてた時に。はい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 。イライラした時に言ってましたよ。ああ、その時は遅くまで空いてたってこと。はい、空いてました。ああ、へえ、そうなんだね。いいね、煮込み系とかし、なんか実家に帰ってきた感じですよね。ああ、確かに。あそこの畳の感じいいよね。はい、し、あの普通のテーブル席も、うん、家のテーブルみたいな。確かに。テーブルでシール貼ってありそうなテーブルで。確かに確かに確かにね。あそこもなんか大して これうん、やっぱっていうのはないけど、美味しいですよ。落ち着くよな、落ち着くというかな。結構そうだね、まあ、キラーこの目玉商品としては4000何日か煮込んだ肉豆腐ですよね。ああ、なるほどね。って書かれてたか。はい、美味しいんでぜひぜひ。そうそう、おいで屋さんって言って松山の、那覇商業ですか。おうち遊びでしょ。あ、おうち遊びか。そうそうそう、おうち遊びって言って。おうち遊びです。那覇商業の、そういうところで紹介していこう、今日は。はい。あ、こんばんは。おうち遊び、ひらがなだよね。はい、おうち遊び。ちょっと入り口が分かりづらいんで、検索していった方がいいかもしれない。そうだね。ぜひ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 。最近は美味しいところがあんまね、行けないからね、時短でもやってるところに行っていくっていうスタイルでやらせていただいております。そうですね。いやいや、めっちゃ今いい匂いしない？あの煙がすごいことになってます。ああ、そうなんだ。今沖江通りのね、近くからちょっとね、炭火のいい匂いがしておりますしね。焼き鳥屋さん、焼き鳥屋さん、あ、外で焼いてるんですね。なるほどね。ちょっと気になるから終わったら行ってみよう。行ったことないですよね、ここの。あ、そうだね、確かに。隣がね、まあ、焼肉屋さんなんかね。こっちが焼肉じゃなかったですね、元。あ、そうなんだ、そうなんだ。そうそう、沖江通りに来たことがある人は分かると思うんですけど、隣が、まあ、飲食店ですので、うん、まあ、ちょっと気になる方は見て、なんかたこ焼きとかも書いてるね、上りにね。はいはい。たこ焼きとか食べた、最近。たこ焼き食べてないです、ね。お好み焼きとか好きやん。あるん、最近、こういうここら辺で。なんかいいところというか、まあ、焼いてるっていうお店がすぐそこにあるんですけど、うんうんうん、そこが広島風。広島風が好きだもんね、まあ、ゆきさん。まあそうですね、広島風はね、焼きそばとかが入ってる。焼きそばも入ってるし、混ぜないですよ、小麦粉と。ああ、そうなんだ。生地は生地、キャベツはキャベツ。ああ、なるほどね。焼きそばは焼きそば。ああ、なるほどね。で、まあ、ものによったら、あの、もやし入れる人もいるし、はいはいはい、あと豚ミンチ入れる人もいたりとか。一回なんかそのなんかその、俺食べたことないかもしれない、もしかしたら。あ、本当ですか。どっかなんかあったら連れてってください。全然違うんで。そうだね。なんか
本当に感覚としては沖縄、はいはい、大阪とよく比べられるじゃないですか、うんうん、広島、うん、全然バチバチでも何でもないですよ僕ら。沖縄、もう別もん、沖縄そばと内地のそば違うじゃんぐらいの。ああ、なるほどね、なるほどなるほど。普通のそばも食べる時もあるけどみたいな、日本そばと沖縄そばみたいなノリ、うん、勢い、そうですそうです、そんぐらい僕らは別物だと思ってます。なるほどね、見た目だけ似てるみたいな感じとかし、結局あの 大阪の人もオタフソース使うでしょ、うん、広島のソース使うでしょ。なるほどね、そういうことっすそうだよ、オタフクソースね、はい、いい、そうですよ、ね、沖縄ってでも焼きそばもあんま食わんよね。それ前ちょっと話しましたよね、この、うん、なんか屋台でしか食べたことない、美味しい焼きそばの麺がないっていう、うん、そうそう、ちょっと作ってる方には申し訳ないけど、うん、焼きそば屋さんとかがあるの？そうよ、鉄板焼き屋のこの広島焼き屋さんとかで焼きそばとかもあるってこと？いや、ないっす。焼きそばはもう普通にまあ食べるけど、食べます食べます、あんまり家で普通に昼飯で食ったりもするし、うん、でもなうまいんだよね多分ね、なんか麺がもそもそしてんすよね、こっちのこっちのさ、まあ普通のスーパーのやつはなんかもうあのあるやんね、1キロ 5パックセットみたいなとか、なんかもうあれしか見たことないよね。で僕広島焼きを家で作りたくて、うん、結構試したんですよ、一回めちゃ蒸すとか、はいはいはい、はい、もう一回茹で直すとか、はいはいはい、はい、何してもダメでしょもっそもそでもそもそっていう表現が伝わっていれば嬉しいですね。まあでも言いたいことは俺らもそもそ感、はい、なんやこれ。沖縄そばの麺の焼きそばは美味しいですよね、じゃあ。ああ、そうだね、まあ俺なんかは逆にだからそれで育ってはいるかもしれない、ね、はいはい、需要がないんだろうなとは思うんです。それはそれなんだろうね、やっぱそれはそれだし、でもそちらで食べる焼きそばそれ多分ちゃんと美味しいんだよね、はい、ちょっと違うんですよね、うん、だからあの屋台沖縄 の、はいはいはい、あの年末年始の、はいはいはい、ぶちまずいよねみたいなことみんな言ってたじゃないですか言っとった言っとった、あ、まあ、味付けがまず美味しくないのは美味しくないですなんか出汁とか入れればいいのに、まあ、そうだ、もうあれは雰囲気の値段やね、はい、ソースと塩コショウだけじゃないですかね、うんうん、そうそう、出店のね、でもあれ多分そばも原因だと思うんですよ。あ、なるほどな、そばの麺自体もな、そうです、であの人が全部悪いんじゃないけどあの人が悪いと思っとったわそばの責任が2割ぐらい、なるほどね、みんな分かるでしょ、このあの正月ね、まあここ最近行けてないけど出店のあのでも楽しいよね、あれがね、はい、指導性酔っ払ってるから、そう、もう俺は逆に美味しくなくてもね、あの光景がまたやれるんだったら、すごい差し入れしてくれるんですよねめっちゃまたその差し入れも余るっていうね誰も持って帰らんいや、まあ美味しい、美味しい、美味しいですよ、美味しい、あのね、もうマヨネーズとかぶっかけたら美味しい、なんで美味しい、美味しいですそうそう、カレー粉かけて、そう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 いいね、そっかそっか、でも今年のね秋はなんか沖縄もでも結構クオリティも上がってきてるから、うん、ここ最近の、まあ、飲食店とかは本当にね、はいはい、またあの緊急事態が終わって、うん、なんか早くみんなで乾杯とかしたいよな。あとまあコンセプトがある飲み屋さんとか増えてますよね。この、ああ、そうだね、まあ、専門に近いというかそれメインでやってるお店とか、はい、とかなんかうちはなんだろう、うんうん、無理にお客さんも入れないですと、はい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 、はい、でもそれでいいと思うよ、もう今後この先はね、うん、結構ね少ない、多分今からさ、多分緊急事態がさ終わってさ、じゃあはい開けていいですよみたいになった瞬間から、まあ、開ける、単純に開けるけどさ、みんなまた集客に大変するんじゃない、しかもこれこの自粛で、あ、飲みって意外といらねえなって気づいてる人増えてますよね。いそうだし、まあ、デリバリーの需要もめちゃ増えてるし、まあ、変な酒屋さんが自宅まで送ってくれたりとかも結構あったりするからさ、ね、いやいやいや、だからもうちょっと不安は不安よね、そこら辺は。じゃあ、 あのあれですよ、もうだって多分歓迎会じゃない、忘年会とか、あ、はいはいはい、減るはずですよね絶対。確かに、まあ、リモート飲みとかもあるもんね。し、あの今が楽ってみんな気づいてる場合あるじゃないですか。絶対ある。だってもうそうだ、飲み会とか、飲み会とかじゃなくてリモート飲みならええよって多分なりそう、逆に。し、あの意外とこの上司も忘年会めんどくさいと思ってて、うん、ああ確かにな。部下もめんどくさいと思ってて、お互いな、言わないだけでな、そうそう、まあ、形とやらなあかんからっていう会社もありそうですよね。確かにね、うん、いや、やってください
別に無理に、ね、他のところではやらなくていいです、うん、うちでやってくれ、うちでやってくれたらスポットライトをぜひ設けさせてください。はい、お願いします。はい、まあじゃあこんな感じで今日はね、1時間お話してきましたけど、はいはい、もうどうでしたかねっていうか、まあそうね、まあ俺ら飲食業なんでね、早く家シンプルに営業再開、まあ今は12時から8時までの時短営業なんでね、はい、8時以降も呆れるように、まあ本当にまあ最後の最後って延長はねっていう感じで思っておりますので、うん、まあ再開したらぜひ皆さん、スポットライトにピザとか、ピザじゃないピッツァとね、パスタを食べに来てください。はい、そんな感じですよ今日は。デリバリーしたことない人はまた早めに検索してください。一銀のスポットライトデリバリーとかで出てくるんで、はい、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで今週は終わっていきたいなと思います。はい、今週もじゃあね、1時間お付き合いくださりありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ今週もいきますよ。はい、じゃあスパイスレディオ今週もありがとうございました。来週も聞かないとすぐカレーにするよ。